やり残しはないと思うよ。いや、大丈夫でしょ。タイガーヘッドさんですね。よし。でっか！ちょ。はぁ。気持ち悪いの一言ですよ、もう。よっしゃー、いやー。ちょ、逃げるの？その上。その上逃げるの？これでやるのが一番早いよなって考えてます。あ、やだ、うるさい。ちょっとごめん、我慢して。この人よよよよ終わった？よし、よし、あ、そんな昔のことになってるの？へぇー。なんか随分なんか昔話のように。あー、そういうことですね。時々羨ましくなるよって。ちょっとソラ、困ってる顔が可愛い。なんなんだ、さっきからこの二人の和やかムードの会話は。よし、終わったかな？何？傷が癒されて一番、ああ、はい。俺のバグの元凶がいるって。なんで空がありがとうっていうの？ああ、そういうことね。いや、散々、前回の実況で、なんかいろいろ、なんだっけ、目覚めの園とかで戦わせたりとかしてるくせに今更何もしてないさはないんじゃないのかな。なあ、俺がこの世界で目覚めて一番最初にキーブレードを手に入れた時もそばにいてくれたんだよな。え？あ、じゃああれ違うんだ。誰？可能性が非常に高い。よし。絶対そうだって、これ。絶対コシミノさんでしょ？え、どこここ？ああ、そうか。やっぱりコシミノさんだった。バグはリクの力を取り込んで真似してるんですね。パクリク。そういうことか。遠慮しないよ。まだラウンドガードつけてたっけ、私。お、素晴らしい。
ちょっと待った。HP が半端ないな。よし、来たー。よし、リュックいなくなってたりしないよね。回復90いってますね。目覚めの時は来たり？おーし、いい感じだね。あ、このやつ俺の、おー、あいつが利用して、ああ。へえ。もう、この名古屋か、名古屋か、あれ、あれ名古屋かムード。ね、みんな仲良しで。あー、やだ予感がした。こんなんで帰らせてくんないよな。何者かが俺と世界をつなぐ道に。ほう、でもリクは、え、何あれ。約束ね。うほー、何これ。何これ、時間制限に来るかな。青色の障害物を攻撃すると、もう待って、こういうの理解するの苦手だよ。青色の障害物を攻撃すると近くに足場が発生して、足場に乗って、これ絶対無理だ。絶対無理。待って、青色の障害物を攻撃して、足場を作る、どういう状況なの？とりあえず青色の障害物をぶっ壊しゃいいんだな。はい。どこに空が、どこに空がいるのかすらわからない。え？え？何これ？すーげえ、なんだこら、なんだこら。あっと、危ねえ。え、どこにできたの？いまいちわからん。ちょっと待って。びっくりした。何今の、なんて出た？これ、どうしたらいいの？お、お！
あ、倒した方がいいのは倒した方がいいんだ。あ、いや、いや。びっくりした。どこまで行くのこれ。え？ちょっと。